ギボ先生2。もういくつ寝るとお正月、お正月には三枚肉、くぐいにち中身汁、早く来い来いお正月。すりさあさあ、ギボ先生をご覧の皆さん、今週はですね、おせち料理はない沖縄の正月料理を紹介。よいしょ。おせち料理というものが実は沖縄県沖縄はないんでございます。今週はその沖縄の正月料理をちょいと紹介していっちゃおうかなと思っております。沖縄は古くから琉球王国として独自の文化を築き、アジアの各国から影響を受けながら独特の文化を発展させてきました。そのため江戸文化と江戸料理を中心にする本土のおせち料理と沖縄の正月料理は異なるものとなっております。そんなおせち文化のない沖縄では何が食べられているのでしょうか。戦後本土の文化が入ってきて、おせちやお雑煮を食べる家庭もありますけれども、伝統的には豚正月、豚正月と言われるほど豚肉がよく使われるのが特徴。そして料理は重箱に詰めるのではなく、お皿に盛ってお盆に並べます。そうなんです。地域により正月料理の内容は様々ですが、主なお正月フードとしてのラインナップは次のラインナップになっております。まずは豚の皮付き三枚肉、三枚肉ですね。そしてカステラかまぼこ、揚げ豆腐、昆布、紅白かまぼこ、こんにゃく、ごぼう、天ぷら、煮物、そして中身汁、中身汁、これ後で説明します。そして体毛田楽、これターム田楽とも言ったりしますが、体毛田楽、そして鼻イカや耳側の刺身、などがよく食されております。まあ、いろいろ出ましたけども、まあ、豚料理を中心にこの昆布なんかも登場しますけども、いくつかね、その内容も紹介していきたいと思います。ちなみに大晦日は、ソーキそば、沖縄そばを食べます。これ年越しそばですね。沖縄では年越しそばで、沖縄そばを食べます。まあ、普段から沖縄そば皆さん食べてるんですけどね、年越しもそばを食ってるという沖縄県民でございます。そば大好き、私も大好きなんで。さあ、そんなね、正月料理の、沖縄の料理いくつか紹介しましょう。代表的な正月料理はクーブイリチがあります。クーブというのは昆布ですね。昆布を沖縄の言葉でクーブと言います。クーブイリチ、昆布が喜ぶ、語呂を合わせて縁起がいいというのをよく知られておりますが、この昆布と豚肉を使った料理がこのクーブイリチ。お正月をはじめおめでたい席にはよく登場する定番料理。昆布と豚肉、椎茸やこんにゃくなどと一緒にさっと煮炒めた料理でございます。まあ、クーブイリチも沖縄好きの方はね、もう食べたことあると思いますし、まあ、県外の方でも知ってる方多いと思います。写真がもしかして出るかもしれないんでね、クーブイリチ、ぜひ食べてみてください。これお正月によく食べられております。そして、まあ、お正月の定番のスープというか、まあ、沖縄ではもうスープというよりはもうこのご飯に近い感覚なんですけど、中身汁、中身汁というも定番中のお正月料理があります。中身汁、皆さんご存知ですか。豚の内臓です。これも説明しましょうね。中身汁、これは沖縄でも定番中の定番と言ってもいい汁物。中身というのは豚の内臓のことを言いますが、さらにこんにゃくや椎茸、人参などいろいろな、食べ物が入っております。出汁の効いたあっさりとした味で沖縄の人の大好物と言っても、良いのではないでしょうか。アクセントに生姜を入れるととても美味しくなっております。食堂には中身汁定食という定食なんかもあるぐらい、まあ、沖縄ではもうソウルフードの一つでございます。まあ、お正月にもこれを食べますね。ちなみにですけど、もう一つお正月に食べられる汁物としてイナムドチというものもありますね。イナムドチはそうですね、白味噌を使っていて、まあ、中身汁とは若干この具材が違う感じです。僕の三線の師匠はね、那覇市の首里に住んでるんですけど、首里の人は
中身汁じゃなくて稲むずちを食べるんだとか言ってましたけど、そういうこう歴史的にこうなんか位の高い人たちは稲むずちを食べて、それ以外の人たちはこう中身汁みたいなのがもしかしたら昔はあったのかもしれませんね。稲むずち、そして中身汁、ぜひ食べてみてください。美味しいですよ。さあ、そして3つ目はタイモ田楽。タームと方言でも言いますが、タイモ田楽、これもねお正月にはよく出ますね、煮ます。タイモの仲間タームを水や砂糖、みりんなどで甘く味付けしたのがこのターム田楽。甘くもっちりした食感の沖縄風キントンです、となっておりますけども、まあいろいろ今日調べてきたんですけど、やっぱりもう定番中の定番はね、やっぱ中身汁ですね。子供の頃なんかもその親戚のお家をね正月に回ったりすると必ずこの中身汁は出てきました。僕もこう子供の頃からね中身汁を見るとまあ正月だなっていう感じの気持ちになりますし、まあ家庭でも若干ね味が違うので、このお家の中身汁が好きとか、あのお家の中身汁美味しかったとかありますし、まあ、逆にその、まあ、親戚のお家をこう子供の頃正月とかで回ると、まあ、毎回こう中身汁が出てくるので、またかよって感じもちょっとありましたね。3、4軒回った時にも3軒目か4軒目ぐらいで中身汁出てくると、ああもう今日もう中身汁見たくないなみたいな気持ちもあるんですけど、そこはこう大人に対応して食べておりました。そんな子供の頃のエピソードもあります。中身汁ぜひね食べてみてください。正月料理、今紹介してきましたけども、まあ、沖縄はですね、まあ、この新暦の1月1日元旦にその正月料理をして親戚も集まって普通にお正月をする、ところも今増えてるんですけど、旧正月、旧暦で正月をやる地域も結構まだ残っています。まあ、沖縄の行事、これまでもね義母先生で何か話したことあるかもしれませんが、結構旧暦で行事、年間行事をこの行うところも多いので、まあ、1月1日新暦の1月1日僕らのそのお正月ではなく旧暦のお正月、まあ、2月ぐらいなのかな、2月頭ぐらいにその旧暦の旧正月というのがあるんですけど、ここでも正月をするという地域もあります。まあ、有名なのがその糸満地方とかですね、糸満市など漁師町、まあ、海の仕事をしている人たちは結構その旧暦のお正月を重きを置いてやるので、正月明けましておめでとうございますってその糸満の友達に言うと、いやまだうちは明けてないんだみたいなことを言われることもあるぐらいですね、旧暦旧正月を重んじて、まあ、新暦よりも旧正月にその今言った料理を食べたりするところも今でもあります。さあ、今日は沖縄の正月料理特集やってきましたけど、まあ、おせち料理がないのはちょっと寂しい感じもしますけど、まあ、沖縄は沖縄でこう独自の料理がありますので、ぜひね食べてみてください。まあ、たまにはねおせちも食べたくなります。正直今年はおせち揃っかとか言ってね、おせち料理も食べたりもしますし、まあその元々あるその沖縄の料理も食べて、見たりもします。まあいろんなね、その地域の正月料理ってあると思いますけども、沖縄の正月料理はこんな感じで、みんな食べてますので、ぜひね、食べる機会があったら、食べてみてください。今日は沖縄の正月料理特集でした。良いお年を。また来週。